はい、皆さん、はじめまして、かけやはかゆです。よろしくお願いします。今回の動画なんですけども、ストーンエイジワールド。こちらのですね、アプリの方が6月18日より正式に、リリースと開始となりましたので、私もね、ちょっと気になってはいたんですよ。なので、どんな感じの、ゲームなのか、っていうのを冒頭ですね、10分ぐらいの動画にまとめて、簡単にこんなゲームじゃないかなという風なものをですね、皆さんに見ていただければいいかなと思います。はい。ではまず、早速サーバー選択からいきましょう。サーバーが3つぐらいあって、それを選んでいくという形になりそうですね。おっと、オープニングですかね。上巻の時代。人々は新たな世界に適応しようとしていった。しかし残酷な野生は彼らを脅かしにした。すると人々は野生の力と戦うため知識を集め、機械生命体を創造した。機械生命体は巨大な力によって野生を制圧した。かわいそう。しかしその力が強力すぎたのか、ついには統制できなくなってしまった。ニースが危うくなると、光の精霊王は選ばれし勇士たちと共に機械生命体を封印するために戦った。ということで、なんともね、緊迫感あふれるようなオープニング、そしてここからもね、チュートリアル的な感じになるのかな。さあ、いかにも強そうな敵っぽい黒っぽいね、恐竜がおりますけども、なんとこのゲームは、ゲーム内にマンモスとか恐竜、オオカミとか豚などね、250種類以上のペットが登場して、それをですね、私たちがプレイヤーになって飼いならしていく。で、訓練してトレーナーとなって石器時代の世界に冒険をしていくと、そういうですね、素晴らしい設定の、私石器時代とか本当に大好きで、古い、なんだろうな、歴史を感じる、そういうゲームが好きなんですけども、まさにこれですね。機械生命体が封印され、ニーズは再び平和を取り戻した。しかし未だに機械生命体の復活を目論む者たちが存在する。だから我々は光の精霊王と共にする選ばれし勇士を待っている。素晴らしいですね。いや、もうね、すでに楽しい、すでに楽しいよ。冒険を始めるトレーナーを選択してください。ほい。どうしよう。どれかタップしてみますか。では、ちょっと奥のね、この座っている、この女性なんかをね、タップしてみようかななんて思うんですが、ここで自分がトレーナーとなって操作するキャラクターを作ることができるんですね。で、この、アバターの作り方も、初めてなんですけど、髪の毛の色とかね、こうやって、ワンタップで、いろいろとね、選ぶことができそうですね。こんな感じでいきましょうか。で、表情とかは。表情はね、ちょっと優しい感じにしようかな。すごい、いっぱい選びますね。で、とりあえず名前を入力です。はい、名前はね、私、かけはかよって名前、略してかけはかというので、かけはかにしたいと思います。キャラクター、作成完了。ポチッ。これからどんな世界が待ち受けているんでしょうか。非常に楽しみですね。まず、なんかいろんな村の名前が出てきました。冒険を始める村を選択してください。右からおすすめ出てます。カルターナ村、ジャジャ村、サムギル村、マリナス村。おすすめって出てるので、とりあえずカルターナ村行ってみましょう。はい。行きましょう。かわいいね。この子、BGM もかわいいですし、アニメーションもかわいいので、なんかこう、スーッと入ってこれるような感じです、今のところ。うわ、このドラゴンかわいい。上に乗ってます。かけはかが上に乗っています。さあ、カルターナ村に移動してきて、さあここからどうなるんだろう。お、トゥンガさん、トゥンガさんがペットを捕獲しようとしてるのかな。そこに出くわしたかけやか、どうなっていくんでしょうか。あら、トゥンガさんと戦う。よし、行きましょう。僕のためにトゥンガのやつと戦うの？戦い方知ってる？ここはまあチュートリアル的な感じですね。攻撃を選択してペットを助けてください。はい。攻撃する対象を選択してください。ネクストを選択してトゥンガを攻撃してください。了解です。まあ、至って今のところ、操作方法などはシンプルです。痛そう。僕が空腹でさえなければ。ウィバ君。ウィバ君のために戦っているよ。さあ、戦闘に勝利しました。ワンパンでしたね。さあ、ということで、今、まあ、チュートリアル部分ですね、になったと思うんですけど、ここはアカウントをまあ保護するため、例えばゲームのですね、多分データとか、消えてしまったりとかするのをまあ防いだりとか、例えば機種変更して違う端末にスマートフォンが切り替わった時とか、そういう時のためにあらかじめ連携をしてくださいねという、こういう画面が出てきました。それでは私は連携していきたいと思います。はい、ありがとうございます。ブルージェム100個ゲットしました。トゥンガを一発でやっつけたの？案外やるじゃん。ありがとね、ウィーバー君。メインクレスト、プロローグ、トゥンガの翌年。さあ、今からスタートだ。素敵な成人になるぞ。獲得。さあ、そしてチャプター1、冒険の始まり来ましたね。変な回。変なペットの登場。こうやって、クエストが進んでいくようです。まあ、どうやら MMORPG ということなので、まあ、やり込み要素もね、これからなんですけど、探っていきたいと思うんですけども、すごくありそうな感じですね。非常にこれは、楽しいんじゃないかなと思います。そして、これも獲得ですね。いただけるのかな？おい。クエスト完了して、最初の私のですね、まあ、これ多分チュートリアルなんで、皆さんゲットできると思うんですけど、ウィーバー君なのか、ウィーバーちゃんなのか、ちょっとまだわからないですけども、獲得できました。ランクなのかな？ B って書いてありますね。で、制御。で、上の緑がヒットポイント？下が、なんだろう、黄色になりますね。で、その下に体力成長率、攻撃、防御、瞬発とあります。まあ、ここの値が強いキャラクター、もしくは育てていって、強化していくっていう感じですかね。ウィーバー君はどこかね？ウィーバー君はどこにいるのかね。いや、このゲーム楽しいな。ウィーバー君、さっきのとこにいたのかな。そう、こうやって MMORPG なので、ログインされてる方、サーバーに、ログインされてる方は、こう、名前でね、表記されるようになります。いっぱいいらっしゃいますね。さあ、ウィーバー君いました。ほら。ウィーバー君、かわいいね。急にペットができた。これが噂のトレーナー選択？ありがとう。楽しい。これ楽しい。しかも、モガちゃん A ですね。ウィーバー君は B だったんですけど、モガちゃん A の攻撃って書いてあります。ただ、上の星が2つなんですけど、ここら辺はちょっとまだわからないですね。レアリティなのかな？レアリティが A で、育成の関係が星2か、強化の関係かな。モガを私の仲間にする。お前仲間になれ。さあ、それではこれで、どんどん右上のね、クエストを続けるっていうところがあると思うんですけども、ルートと会話しようとかね、これで、クエストの方がどんどん進んでいくっていう感じですね。で、今のところですけど、私が左上にね、このステータスみたいなのがあるんですけども、レベルが5になって、戦闘力が2225になりましたと。で、石器新聞とか、まあ、いろいろとね、ありますね。石器新聞ってなんだろう。ニュース。これも獲得できるものはいただいていきましょう。え、ストーン24000ってすごくないですか？さあ、それではね、報酬の方も受け取っていきたいと思います。モガの成長、ログイン報酬、2つありますね。ログイン、5分ログイン時に受け取り、10分、30分、60分、90分、120分ということで、まあ、1日2時間ですね、プレイすると、かな？それか、1日じゃなくて、これは通算なのかな？毎日って書いてあるので、1日かな。はい、ということで、1日の通算2時間で、このストーンがもらえますよという感じですね。ありがとうございます。さあ、ということで、こんな感じで、まあ、少しだけ、最初の部分をですね、触りでやってみたんですけども、まあ、感想としては非常にこの後サクサク進んでいくんじゃないかなと思います。あとは画面を見ていただいたらお分かりだと思うんですけど、めちゃくちゃいっぱいサーバーに人がいます。ということはすごく人気のね、タイトルなんじゃないかなと個人的に予想しております。でこれからこのゲームがなんかすごく流行りそうな予感もいたしますし、でも海外の方では1位を捉えたというニュースもありましたね。はい、ということで今回少しですけどレビューという形で、動画をですね作らさせていただきました。非常に今後が楽しみなアプリです。私もなんかハマっちゃいそうです。さあそれでは、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。